品と言えるだろう。プレートにはガリバーアーチって書いてある。君、こんな小物のことまではっきり覚えてるのかい？それにしてもこの見た目、なんだか通り抜けるだけで人を小さくするトンネルを思い出させるな。僕が君なら今すぐ口を閉じるところだ。余計なことは言わない方がいい。まるで積み木を積んでるみたいだね。僕は積み木で遊んだことがないから、チップを積むのとどっちが面白いのかはわからないけど。ほら、ぴったりやって完璧だ。え、次は？嘘だろ、体が小さくなった。夢でも見てるのか？ま、ここは夢の中ではあるな。教授、君めちゃくちゃ大きくなってるよ。まさか箱庭の中に入ってこんなに小さくなるなんて。いっそのこと、このまま出るのはどうかな。隙を見て僕をサンデーの服の中に入れるんだ。そうやってファミリーの内部に潜入して。冗談だって。とにかく扉を開ける方法を探そう。キュウとの再会か。勝利、世を注ぐ。
これっぽっちじゃ入場できないよ。ないリターン、悪くない。構わない。いや、ショーク大佐、一心ロキ。勝利を世を注ぐ。
ちじゃ入場できないよ。リスクのないリターン、悪くない。じゃあ入場できないよ。時の基盤模型へようこそ。私はオーク兵、基盤模型のガイドを担当しています。喜んでお手伝いしましょう。なら案内してくれ。こんにちは。黄金の時のキキキキキキキ基盤模型へようこそ。そそ、私はオーク兵、基盤模型のガイドを担当しています。すす、喜んでお手伝いしましょう。ガイドを生成して言います。しばらくお待ちください。最寄りのチェックポイントを検出しました。私の背後のガチャ模型をご覧ください。何がなんだか、ファミリーのおもちゃって当たり屋なのか。僕は何もしてないのに。教授、証人になってくれるよね。僕は何も見ていない。
ガチャの模型だ。地面に操作できる場所はないね。上にあるあれかな。教授、ちょっと手伝ってくれ。やっぱりだ。この模型は内部構造まで本物の建物そっくりで、違うのは人が住んでないってことだけど。サンデーのやつ、こんなミニチュア模型を朝起きたらすぐ目に入る場所に置いてるなんて、ピノコニーの巨人にでもなったつもりか。上の階に飛んでいったかけらがある。ピンボールマシンを使ってあそこまでジャンプしないと。でもそう簡単にはいかないんだろうな。やっぱりここにあるのはピンボールマシンの台座だけで、中は空っぽだ。教授、また君の知恵を借りたい。大声で叫ばなくても聞こえてる。ピンボールマシンの模型はアーチのように広間のどこかに置いてあるはずだ。待っていろ、すぐに戻る。ああ、これでようやく静かになるな。守るべき者のために打ち崩せ。アイネスター、我に力を。答えてみろ。知識はシャフト、真理を探り語尾を混雑。エース栄転諸悪大散。守るべき者のために打ち崩せ。さあ飲め。楽しい一人の時間というのはあっという間に過ぎ去ってしまうものだな。運の良すぎ。戻ってきたんだね。それをここに置いてくれ。助かったよ。
がとう教授。君も中に入って見てみた方がいい。本当に壮観だから今なら僕をひとひねりにできるだろうね。君が同意するなら今すぐ実行に移しても構わない。これで全部集まった。楽勝楽勝。代価を払ってもらう。我に力を。客をもてなさないと。非可落用の世なり。避けられない。遊んであげるよ。すべてを失う。はたまた手に入れるか。天の神器を一心同期。戦輪は勝利世を注ぐ。諸悪退散。健康のさあ飲め。これで全部集まった。楽勝楽勝。